では次に、では次にですね、西田幾太郎の人間学についてやろうと思います。西田幾太郎の、人間学といいましても、人間学について、は小論でちょっと人間学というのがありまして、哲学は人間学であるということを西田幾太郎は言ってるんですが、要するに、純粋経験っていうのを唯一実在と置きましたから、純粋経験は人間の経験でありますから、それが実在だということは、純粋経験の展開である哲学というのは当然その人間の学であると、人間学であるということになりますので、哲学は人間学であるということに、いうことは、自明というか、西田哲学では大前提になっています。で、画面の共有をするんですね、画面の共有。で、西田哲学の、これですね。これをして、で、共有ありました。で、これをこうやってですね。で、これをちょっと大きくすると。純粋経験論とアントロポロギーというところから参ります。三木清と西田幾太郎の人間観における、三木清と西田幾太郎における人間観の転換というのが、この論文の表題でして、この論文自体は2001年に、基本唯物論研究に発表したものですね、のものが、元になってて、それをちょっと、分かりやすくデスマス調に直しまして、難しいところをちょっと修正したという感じですね。7から西田幾太郎の話、6までは三木清の話。ちょっと三木の方が人間学としては、先行してたですね。だから三木の歴史的人間学というか、歴史を、含めた人間っていう、包括した人間っていう捉え方、アプローチの仕方は、西田は最初内的人間学と外的人間学というのに分けてて、内的人間学には結局歴史は入ってなかったんですね、歴史社会。だからそういうのを包括するようになったのは三木の影響であると言えるわけですが、当然その昭和の大正から昭和に変わる頃にマルクス主義の影響というものが日本の、文化人の中で、浸透しましたので、その影響を、三木も西田も受けたと、三木は自分自身最初マルクス、西洋に留学したこともありますけど、マルクス主義者としてやっていこうと思った時期もあったみたいですが、ちょっと性の哲学の要素が強かったんで、既成のマルクス主義者からはかなり反発されたんで、結局マルクス主義者とは違った形でになってますが、最後は共産党員の高倉輝を、地下に先行していたのを一晩止めたために、
治安維持法違反で捕まってしまって、そのために死んでしまったわけですが、まあ、マルクス主義に対してはかなり接近した時期もあったということですね。で、西田自身は、まあ、登坂もマルクスボーイだ、西田の弟子なんですが、マルクスボーイだったし、柳田健十郎というのは、戦後マルクス主義になるんですね。西田に直接教わったわけじゃないんだけども、まあ、柳田健十郎は、まあ、西田哲学に浸水しまして、戦前はかなり浸水して、戦後も一時期までは西田哲学者としてやってたんですが、やはり戦争責任の問題からマルクス主義に転向柳田健十郎はしまして、でマルクス主義の、まあ、教科書みたいな、作ってましたが、まあ、晩年は、まあ、かなり西田哲学に対する解雇では、まあ、懐かしく解雇していますよね。まあ、そういうこともありますが、まあ、西田もマルクスに対する評価は非常に西田は高い、エンゲルスに対しては非常に低いというか、まあそういうところはあります。大体哲学者は、エンゲルスはかなり俗流唯物論だという批判が強くて、うん、でそれに対してマルクスはかなり高く、哲学者からはマルクス主義以外の哲学者からは高く評価されているところがありますね。西田もフォエルバカテーゼ、主にまあそうそれなんですが、に、まあ、かなりの影響を受けたということはあるでしょうね。で、純粋経験論とアントロポロギーというところから入ってきますね。西田の人間学ですけど、まあ、これ、これは諸女作というべき、西田喜太郎、禅の研究ですね。禅の研究で純粋経験を唯一の実在としたものしたのも哲学が人間学であるという意味を含んでいると考えますけど、要するに純粋経験っていうのが、まあ、全ての実在は純粋経験なんであって、純粋経験を反省して主観客観っていうのにこう分かれるわけですね。純粋経験っていうのが、まあ、主観客観分かれる時代の実在の姿なんですよ。まあ、そういう意味で純粋経験が唯一の実在であるというわけで、純粋経験の展開として、あるわけなんですから、そういう意味で哲学が人間学であるという、こういう意味を、まあ、そこには含んでいる。純粋経験、人間の経験ですからね。そういうことでね。そうなれば、こう花を見れば花が、空を見れば空が人間の経験になると。まあ、見るっていうのも一つの経験ですよね。で、見えている世界っていうのが意識界ですよね。その意識状態が人間の意識の状態であるから、人間自身の世界、人間自身の現れである。まあ、だから身体とそこの宿っている人格というものを考えて、それが人間だっていう定義じゃなくて、事物だとか、まあ、現象だとか、そういうものは人間の意識なんだから、それも人間なんだと、人間のその意識現象というのが
人間の意識なんだからという。だから空を見てて、空っていうのは人間の意識なんだと。青だとか空間だとか、空間意識ですね。まあ時間もそうですけど、時間意識なんです。だからその意識である以上、人間の意識である以上、それは人、その意識の事物は、まあ言ったら、塊というか集まりというか集合であるので、事物、客観的な事物もそうですけども、それは元を正せば人間の意識で他ならないと、こう考えれば自然的な諸事物であってもですね、何であってもそれは意識である限りは人間であるということになりますんで、経験、意識経験というのは、まあ、それは人間の姿なんだということですね。まあ、そういう捉え方もできるということですわ。で、まあ、そういうことで言うと、パースの記号人イコール人間論とか、ジェームズの根本的経験論とかありますが、人間を経験の流れと考えれば、花もまた人間である。花という経験だと考えて、これ今花の写真が写ってますが、これもまあ、ハスの花ですかね、これはね。このハスの花の色や形や匂いや、そういうもろもろは人間の意識感覚ですよね。色や形や匂いや全てのねものは。だからそう、これもこの花も人間の経験であるという意味において、経験が、だから人間の経験である以上、それは人間なんだということなんですね。だから、まあ、批判する側にとったら、人間と人間の経験を混同してるんじゃないか。人間っていうのは経験する主体の方であって、経験し、人間が経験してる状態は、人間じゃないんじゃないかとか、あるいはその内容ですね、意識の内容は、意識しているのは人間やけど、意識の内容は人間とは言えないんじゃないかと。そういう意識と意識の内容を混同すると、とんでもない、人間じゃないものを人間と言ってしまうというので、とんでもないことじゃないかと。いうふうに今批判する人ももちろんいるわけですね。純粋経験というのは、だから主観と客観は未分化だというまだ状態を純粋経験という、あるいはまあ工事に統合された状態を純粋経験と言いますから、要するに、客観的な事物と主観というのにこう切ってしまわないわけです。切ってしまったら、客観的な事物は人間じゃなくなってしまうわけやねんけど、身分からまま置いとくとか、客観的な事物と思われてたのを統合してしまってね、人間の主観が自分自身の定在として対象を捉えると、そうした場合に、それも含めて人間だということになるわけですが、まあ、そういう言い方に対しては、まあ、かなり反発する人もいたわけですね。まあ、今でもいると思いますけど、意識が事物の意識だと反省する前の純粋経験の方を唯一実在だと捉えている。つまり蓮の花というのは事物であって、で見ている時に見えているのは事物の意識、事物についての意識で
いうことなんですが、それでそういうふうにこう別れる前の純粋経験のハスですね、ハスにも見とれている状態、それが純粋経験の方を実在とこう考えるんですね。でそれを反省して、その客観的事物としてのハスと見て、ハスを見ている自分というのを反省して出てくるわけですね。なら事物としての花とかそれを見ている主観というのは純粋経験の解釈であるということになるわけですね。で西田に言わせれば、純粋経験としての花は人間の経験だけれど、事物としての花よりも実在的だということになります。だからまず純粋経験としてのまあハスがあるわけで、それが一番こう見てですね、見とれてしまう実在的なありありとした存在ですよね。で、あれは何やということでいろいろ反省すると、このハスもですね、まあ、いろんな色がこう縁が濃いピンクでとかね、まあ、真ん中の花芯のあたりはこれは何ひどいとかね、まあ、いろんなことを言えるわけですね。それはでもそれは解釈を加えたものですから、本当にハスを見て見とれて驚いて、ありありとした体験をしている経験をしていることから離れますから、ね、どっちかというと見とれている純粋経験のハスの方が実在であると。でその後の方のいろいろ解釈を加えて、これはどういうハスであるとか、どういう、ね、ハスはハスをまつわるハスにまつわる物語だとかね、宗教との関係とかいろいろ言い出したら、それは実在のありありとしたハスから離れていってるということになって、解釈の世界になるわけですね。それを見ている自分っていうのも解釈から現れているわけですね。だからその実在としては、この微分から最初のありありとしたハスの花の方が実在的やということをまあ言うわけです。で、純粋経験が唯一実在であり、また人間であるという西田の議論は、まさしく唯一人間論ということになりますと。で、だから純粋経験が人間の意識ね、あるわけですから、ハスの花もすべてね、空も、海も人間の意識であるわけやから、すべては人間の人間だという唯一人間論ということになると。だから哲学は人間学ですよね。そういうことになると。で、その次ノエシスノエマという、これノエシスノエマっていう言葉はフッサールの用語から来てるわけなんですけど、意識を統合して対象を構成する作用であるノエシスと同じ意識の統合されて対象となった対象面であるノエマの違いっていうか、これどういうことかというと、要するに、西田は経験論で途中、したがって自我と意識内容は実体としては別物ではないと。
つまり自我っていうのが働いて、いろいろ認識しますね。で、自我っていうのは一体何やというと、認識する働きやないかと、こう考えますね。そうすると、まあ、意識を統合して対象を構成する作用面であるということになりますね。それをノエシスっていうわけなんですね。意識を統合していろんな感覚要素に分けるわけを、感覚要素を統合として捉えるわけですね。で、そういう統合して対象を構成する作用が、まあ、作用面といってノエシスと呼ばれる。で、その統合された意識、対象となった意識ですね、ハスやったハスの花という意識ですね、それはノエマっていう。で、意識内容はノエマであるわけですね。意識作用、統合する作用は自我の働きやと、認識する自我が対象を認識する働きやということになりますね。で、それをデカルトなんかやったら、自我というのがまずあって、で、対象を認識するとこう考えたわけです、ね、で、そういうふうに分けたらあかんというわけで、同じ意識の作用なんだと。で、意識を統合する面、ノエシスという面と、統合された対象という面があると、ノエマという面と、ということですね。そういうふうに考える。だから、自我っていうのはあらかじめあるんじゃないんやと。デカルトは疑っても疑っても疑いきれないものとして、疑っている私があるって言ったわけですね。それはだから、まず私があるから疑えるんやみたいなことになって、私っていうのがですね、疑っていることから直接出てきてしまったところがありますね。疑っていることは、まあ、事実で あったとしても、疑っている我っていうその意識と何か別の意識したいというもの、ね、その疑っているという意識から、ね、意識したいを取り出せるかというと、意識を離れて意識したいがあるわけじゃないわけやから、要するに意識、そういう統合する働きも統合された対象も同じもの、同じ意識なんだと、それの両面やということですね。統合する働きの面と統合されている面があるんだと。だから、そういう意味では実体としての自我っていうのは、デカルトが言うような実体としての自我はないんだということですね。だから、その意識の働きを実体として自我があるあってしているように解釈しているのがデカルトの解釈やという、デカルト批判でもあるわけです。そういうことでね、ノエシスとノエマっていうのを、そういうふうにフッサールは説明しているわけなんですが、で、そういう意味では西田もその自我っていうものが実体としてあるとは考えないという面では、フッサールと、まあ、同じであるわけなんですが。ただ、フッサールとその、フッサールの現象学というんですけど、西田との、まあ、決定的な違いは何かというと、まあ、フッサールは現象としての意識と、それから客観的事物と、一応こう分けて、客観的事物が現象としてその意識にどれだけ現れているかは分からないっていう問題ですね、を取り出して、で、
議論でおいてですね、事物と客観的な実在と意識が乖離するということは、まあ、避けられないんだから、どちらの意見が正しいっていうふうなことは断定できないという問題を立ててるんですね。そういう意味ではカントの、もの自体は認識できないっていう、もうその不可知論的な意識がフッサールにはあるんです。ところが西田とかジェームズですね、純粋経験論っていうのはジェームズですけど、はその現象としての意識と客観的実在を、まあ、区別するということはしない。だから別に客観的実在があるわけじゃない。純粋経験が実在だということなんですよね。だから純粋経験そのものはもう実在なんですから、なんかその、意識経験を離れて、客観的実在があるというふうなもの自体があるみたいなことはないわけなんです。だからまあフッサールとそこが違うんですね。フッサールはもの自体があるとは言ってないけれど、もの自体はがどれだけ現れ意識現象に現れているかどうかはこれは判定できないっていうことでね、そういう言い方なんですよ。不可知論的な言い方をしてるわけね。だから、だから物自体というのを退けてんのが西田ですね。不可知論ではないわけです。もう実在は意識経験、純粋経験自体がもう実在なんだからということで、ね、まあ、それは頭に入れておいてください。で人間の身体と他の事物が空間的に離れていることは否定できないでしょということ、たとえ空間も意識でしかないとしても、その中で身体的に別物として認知できる以上、人間を身体として捉える限り、花や蝶や獣や道具を人間だと納得できないのは当然ですと。で、その思いは西田にもあるんだと。で、西田っていうのはなかなかすごいというのは、場所の論理というのを確立したんですよ。で、結局ジェームズは純粋経験論を述べてて、西田の純粋経験論とそうもうジェームズの純粋経験論そんなに区別できないわけですが、場所の論理っていうのはなかなかのもので、で場所の論理を確立したことによって西田哲学が成立したと。よく禅の研究っていうのがもう代表作みたいに言われるけど、あれはジェームズの純粋経験論の世界止まりなんですよね。それに対して、この場所の論理っていうのは有の場所、無の場所、絶対無の場所っていうふうにこう世界をですね、意識の現れる捉え方っていうか、そう次元みたいなのをですね、3層にするんですね。で、有の場所というのは、その事物と事物、事物がたくさんあって、世界が事物によって構成されているものとして、意識で、人間の意識は世界を事物の集まりと、あるいは運動として捉えるわけですね。で、それで説明していくのが有の場所の意識なんです。だから有の場所では人間の身体以外の事物は人間ではないと、事物的に人間奴隷やったら人間の身体の部分が人間やということですね。で、それ以外のものは人間の事物としての人間とは別の事物だからということで人間じゃないわけ、ね、で人間を人間の身体でも人間とは何かっていうこと、まあだから
人物の集まりとして捉えて動物の一種の人間の身体はどうや、ねそこでその脳の働きはどうやとか考えますね。で そこで考えている時点においては人間の身体とそこに宿っている人格が人間という扱いで、まあ、認識するわけ。しかし人間とは何かっていうことを考えると人間は人間じゃないものに自分を表現し実現し、取り込み、人間的世界を宇宙と宇宙というか人間的宇宙みたいな感じで形成していくわけですね。それが人間やいうふうになっていくわけですよ、ね、だから還元できないわけです、その身体に人間を、ね、だからまた別の有の場所の捉え方と別の捉え方をしないと人間は理解できないということになるわけなんですね。で、物となって考え、物となって行うということは。で、これは人間は人間の身体以外のものに自分を実現する表現するということでね、ヘーゲル的に言えば多在にあって自己のもとにあるとこう表現したわけですけど、西田は物となって見、物となって、考え、物となって行うとか、まあ、そういうの言い方をしていますね。物となるっていう表現をして、でまあ、その表現が一番、まあ、現れるのが日本文化の問題っていう1940年ですから、まあ、70歳の時ですね、75歳で亡くなってるんですよ。これは70歳の時で僕はもう75なんです。西田が死んだ年なんですよね、まあ、そういうことで、この日本文化の問題、ね、物となって見、物となって考え、物となって行うとか、そういう表現した時の西田はやっぱかなりハイレベルというかすごいまあピークやったかも分かりませんね、まあ、そういう、ものになりきることを大切だとして、まあ、無心の境地を説いたものであるわけなんですが、だからそれに対して物となるって言ってもですね、それで物が無心の境地を説いているので、物が人間になって考えたり行動したりするという意味ではない。ものとなるっていうことは、人間が無心な境地になるということに過ぎなくて、ものが人間になるわけじゃないと受け止める人が多いやろうから、ちょっと西田どう言うてんねんということですね。でいくつか引用してみましょうと。見ることが働くことであり、働くことが見ることである。そういう行為的直感においては見ることはものとなることであり、ものとなって考え、ものとなって働くことだとしているわけですね。これは12巻324ページ急ぎの趣旨に書いた。で、377ページでは、我々はどこまでも、我を主張することによって想像するのではなく、真に物になって考え、物となって行うところに想像するのである。こう言ってるわけですね。だから、物の考える機能と物と一体化した人間が他に、物の考える機能を物と一体化した
人間が補完しているということ。例えば、まあ、車を運転する場合、運転する人は車の意識になって、車が意識するように意識して、車の意識を補完しているということですね。で、その場合に、車が、車の頭脳が人間やということで、人間が考えることは車が考えていることなんだと。だから、車の中に、入っている人間も車の一部分だとこう考えたらそうなわけですね。だから物と一体化した人間というのをこう捉えているしたそうですね。だから西田は三木が交渉的世界と呼んだのに対して表現的世界と呼んでいるわけですね。やはりこれも人間学的発想だと。つまり事物を人間自身の姿として自己解釈するのが人間学だなのだという。あえて人間と事物の断絶を克服して物になりきることを説いている。これは人間対物の対峙に固執する現代ヒューマニズムの否定でもあります。現代ヒューマニズムっていう言い方は、まあ、近代が科学技術によって、自然を征服して人間のための、まあ存在にしたわけなんですが、それが結局、巨大な、まあ、気候とかになってしまって、そしてその作用がですね、自然秩序を今までの破壊 してしまうようなことがあって、かえって、一人一人の個人の力は無力になり、で人間がまあ、破壊した自然の調和を取り戻すのはなかなか大変やということで、人間自身が人間が作り上げた世界によってまあ言うたら押しつぶされる、非常にこの無力感を感じたわけですね。でその人間が作り上げたものの世界、これをものと考えて、人間対ものの対峙があって、その人間中心を取り戻せということですね。それが現代ヒューマニズムです。人間のまあ権利だとか、人間の感性だとか、人間の、まあ主体性とか、そういうものを取り戻さなければいけないっていうのが現代ヒューマニズム、ね、を説いてるわけです。だから現代ヒューマニズムはそのものに対して人間を取り戻せというところが、実質が言ってるのはこのものになりきれっていうことなんですよね。だから西洋的な人間中心主義に対して、近代の物質文明に対するこの批判を通してですね、ものになりきる、人間を自己を無にして物になりきるっていう、視点をこう入れてきたということがありますね。だからある意味その現代ヒューマニズムの問題点をついているわけです。現代ヒューマニズムは人間の主体性が物、人間を作り出した物質世界によって押しつぶされてるから人間を取り戻せっていう運動なんだけども、人間ばっかり考えて、自然を破壊したり、しているわけですね。で、人間の便利さとか、そのばっかり追求するあまり、個々の人間の自然的な生き方、自然的な在り方を破壊していると。だから、自然に帰れみたいな感じで、反ヒューマニズムっていうかのが仏教なんかでよく言われたりしますが、まあそういう現代ヒューマニズムの人間中心主義っていうのを批判して、物質文明批判
みたいな感じで、ものになりきるというのが一つの非常に面白いというか、シャープなですね、指摘であるわけなんですね。で自己の人間としての特性をむき出しにして、人間に自然や事物を無理やり合わせようとすれば、かえって自然や事物を損ない、損なわれた環境によって人間自身が滅ぼされるだけですと。人間は人間の底に自己を否定し、無心になって普遍的なものと一つになり、ものになりきることが大切だということですね。だから死して生きることによって人間は創造的、世界の創造的要素になることができると西田は主張した。だからむしろですね、その人間の自我とか人間のエゴとかを前面に出すんじゃなくて、一旦その人間の特殊性とか人間のものを、忘れる、否定して、無心に変えることによって世界の無限の可能性というのが見えてきてですね、それと一つになって、世界をですね、より、素晴らしいものに、することができるということが、言いたいわけですね。これは老荘思想なんかの発想と非常に似たところがあるかも分かりませんね。こういうその一旦自己否定が必要やということが言いたいわけですね、そういう意味ではね。しかしこの人間の自己否定によって表現的世界が人間でなくなるわけではないと。空も海も山も草も木も獣たちも、そして町も野もあらゆる生産物も、それを人間の対極としてものとみなしている限りでは、いつまでも人間学的存在にはなり得ないのですけれど、人間の自己否定を媒介にして表現的世界として捉え返すことができた時には、豊かな人間性に輝くということですね。もともと人間の意識、空も海も山も川も草も木も獣もですね、人間の意識によって統合されて現れているわけなんですから、その人間の、私的な狭いエゴなんかでもって見るんじゃなくて、それを一旦否定してですね、我を忘れてその対象と一つになった時に、無限の素晴らしいものが現れてくるということですね。豊かな人間性が出てくる。それがものとなって考え、ものとなって行うという行為的直感でもあると。行為的直感っていうのも、その実、マルクスの実践的直感から来るんですけど、要するにその対象と一つになってですね、変換しなければいけないから、狭い利害とか、雑念とかを去らなければいけないわけですよね。だからそういう意味で、一旦その人間のエゴを取り去って、対象と一つになった時に、見えてくるというものがある。それがものとなって考え、ものとなって行うという行為的直感で、それは絶対矛盾的自己同一という発想も、そういうことなんです。人間がむしろ自己の身体以外の事物を自己の定体とするところから生まれたと思われます。だから右の場所から見れば、確かに、人間の身体以外のものは人間じゃないんだけども、ね、しかしそれは、全ての事物は人間の意識
であるわけやから、人間は自分自身の、やりたいこと、実現したいこと、自分の思いをどうやって表現し、どうやって実現するかを言ったら、物の世界の中で やんなあかんわけですから、初めてやれるわけですよね。だから人間じゃないと思われたものを自分自身として、もう一回こう捉え返すためには、一旦人間の自己をですね、否定するというか、自己否定して、一つになるということが必要なわけですね。例えば大工は大工の身体ではなく、彼が建てた家こそが彼のアイデンティティであるということですね。これはこれ住吉の長屋という、有名な安藤忠雄先生の、忠雄さんの作品ですけどね、こういうことで、安藤忠雄さんの写真見ても安藤忠雄さんの本領は分からない、ピカソもそうですけど、ピカソの顔を見てもピカソは分からない、ゲルニカっていう絵を見ればピカソの本領が分かるというようなもんですわね。だからそういう大工の身体や大工の頭を見ても大工は分からないんで、彼のアイデンティティはその建物の中に実現しているということが言えるわけなんですね。だからでも次のような解釈する人がいるかもしれません。建物の出来前で評価されるにしても、建物自身は大工ではなくて、その建物を建てた行為の主体としての仕事ぶりにこそ大工の存在があるのではない。それを対象面だけで、捉えて大工と家を混同することを、ノエシスとノエマの太一で西田は批判しているのではないかという解釈です。というふうな解釈をする人はおるかもしれないけれど、それは優な場所で言えることであるということですね。優の場所においては、全ては人物の集合として世界を捉えられますから、人間と人間以外のものも、人間は人間の身体として捉えられる、ね、人間以外のものは人間以外の事物として捉えられるわけなんですが、家は家を建てたり、家に住んだり、家を見たりする作用、つまりノエシスを写生してノエマの面だけで捉えると、事物として大工と居住者を区別されるとはいえ、家が家として居住空間であるためには、そこに住むことやそれを見ることなどを含まないわけにはいかない。で、三木の言い方だと、交渉的存在ということですけど、家は住むことに関係する意識活動の集合として、意識の場所に家が現れる。この意識の場所が実語論理で捉えられると、無の場所ですと。つまり事物が有に対して意識が無という理解である。意識のレベルでは家はあくまでも家として、あるわけですが、事物の有というのは主観としての意識は働いているのだけれど、そのことは写生して客観としての事物があることを主張しているわけなんですね。でもその有は主観の意識としての有でしかない、それ自体としては無であることを自覚の立ち面に立った意識は自覚する。これで何を言ってるか分かりにくいか分からないけども、結局事物っていうのは、事物と事物の関係として捉えたら確かに有と有の関係なんだけども、その事物っていうのは何からできているかっていうと、時間であるとか空間であるとか大きさとかね、色や形や硬さや、そういう
人間の諸感覚を統合したものである、意識の塊であるということですね。そういうふうにまあ反省したときに、それ自体は意識でしかないっていうふうに捉えられたときに、事物としては有であっても意識としては無であると、でそういうふうにしてがですね、世界は意識や、まあ、認識やそういうものの体系になるわけです。それは無、そういうふうに世界が現れるのを無の場所と、無の場所、意識の場所というわけです。で、そこで、まあ世界を捉えたら、すべては意識でありますから、人間でないものはないということになっていくわけですね。で、実在、これはちょっと重なりましたね。前のページにあったやつが降りてきてるんで、知らん間に。これ実在としてのバラの意識という、ね、特に絶対無の場所というのがあるんですよ。その話にかな。で、西田はあくまでも経験を実在として捉えてるわけです。だから、現象がそのまま実在なんだということで、現象というのは意識現象ですから、意識現象が実在である。ノエシス、つまり意識の作用面とノエマ、つまり意識の対象面の統合としての事物が実在なんだ。つまり有の場所やったら、対象的な事物、ね、これが、まあ、万年筆であるとか、ね、いろんなもの、本とか映ってますね、いろんなものの集合として世界は意識されるわけなんですが、そういうのはですね、つまり意識の作用面と、それがノエスというんですけど、ノエマというのはそのこれいうふうにこの万年筆という事物として捉えられている、その事物の面ですね、意識が事物であるという、でこの事物であるという面をノエシスを忘れちゃってノエマだけ取り出して、それによって世界ができていると捉えるのが有の場所の意識なんですね。それに対して、いやそれは人間の意識の働きの両面に過ぎなかったということが分かりますと、結局全て意識であるというふうに、意識に還元されて、捉えるわけやから、そういう場所では無の場所ということになるわけですね。だから全てその理論として、理解されたり、してですね、人間の意識に還元されて捉えられるのが無の場所ですけど、それに対して絶対無の場所っていうのがあるということですね。それが言いたいんですね。で、実在というのは実は絶対無の場所なんです。で、ノエシスとノエマが分かれる前のですね、ノエシスとノエマ、意識作用、意識対象を統合するような意識作用としてのノエシスと、統合されたノエマが、まあ、分かれる前の、純粋経験的な実在としての意識ね、それが、まあ、実在の意識なんですけど、それはどこに現れるかということですね。そういうことなんですけど、これがバラね。この花は、古物であるとこれこのバラが見えてるとします。これ、ね、ね、古物として捉えたらですね、これは一般者ではない
古物やから一般者ではない。つまり古物を一般的にバラとは言えないという見解を西田も。これちょっとここがこんがらがると思いますけど、まあ、どういうことかというと、まあ、バラっていうのはいくつもあるわけですね。でこれこれもこれもこれもバラやというなんか共通性を認識しているからこれがバラなんですよ。だから古物として捉えたら他のものと比較対象してないからバラとは言えないわけですね。だから古物である限りにおいてはですね、バラというのは出てこないわけなんですよ。で、そこ古物の意識は結局一般化できないということです。意識している個人には個人に固有なものであって一般化できないわけなんですね。でも一般化しなければ何者でもなくなってしまう。バラという共通性出せないから一般化しない。な規定できなくなって。そういうことはそれで古物は、結局古物であることを否定しない限りバラにはなれないわけですね。だからバラを意識するときには古物であることを否定しているということですね。だから古物にこだわったらそれは全くその否定されない、純粋な主体性としての、意識であるということであって、そういうのは人間の自我というかでしかなくなるわけですね。だから真の古物は、まあ、人間やということに人格になるわけですね。そういうことでだから古物は古物であることを否定し一般者としてのバラとして自己を規定することになる。それに対してですね、一般者としてのバラが意識しているんじゃなくて、私が一般者としてバラを意識していると多くの読者は解釈されるでしょうね。で、私が意識するという言い方は西田哲学の立場からは抵抗があると。私が意識するって、まあデカルトなんかはね、もうそれ私が意識するという大前提で、考えている以上考えている私はいるということですよね。疑っている以上疑っている私はいる ところが意識がまあだから霊魂が実体みたいにあって意識したいとなって意識を生み出しているという捉え方をまあ西田とか経験論は退けるわけです。自我はあくまでも意識自身が自己を統合する働きを指しているに過ぎない。意識自身の働きに自我という面があるというだけで、意識と離れて自我があるわけじゃないんですよ、ね。で、この花はバラであるという意識は、一般者としてのバラがこの花として現れたことで捉えられるわけで、このバラが、このバラが古物でしかないという面を否定して、古物を否定したときに一般者としてバラであるという、一般者としてのバラの意識になったときに、バラであることが捉えられるから、これは一般者になっているわけですね。それに対して一般者になっていると言ったら、いや意識しているのはその見ているバラじゃない、見ている私であってバラではないという反発があるでしょうが、意識する私と意識内容と意識対象としての事物の三者、意識している私、意識している内容、
で意識対象としての事物の三者は、この意識、同じ意識の三、ね、意識現象が実在であるという、ね、立場からは純粋経験や行為的直感としては未分化である。この離れてないと。だから見ている私と見ている内容と見て、意識内容とその見られている対象というのを、純粋経験が実在だと。で見ている私っていうのは純粋経験から反省した、反省して立てられてる。で 見られているバラっていうのも純粋経験のバラを反省して立てられているに過ぎないわけですね。そういうふうに考えたら、それは解釈上の存在でしかない。本当の実在は純粋経験そのものやということですよね。だから純粋経験、行為的直感としては未分化である。バラが意識として現れることが意識するということなら、この意識をバラが生み出しているとも言える。バラがね、意識されるということはバラが意識に現れることでしょ。だからバラが意識に現れるということはバラが意識を生み出しているとも言えるわけで、それはバラという一般者が現れているわけですから。だからバラっていうのは一般者でしょ。このものという個物は他のバラと比較してない、あるいはバラじゃないものと比較してないから、個物はバラではないわけだから、バラとして意識される限りはもう一般者なんですよ。だから一般者のバラが現れているわけ。だからその一般者の意識が意識として現れているわけですね。バラがね、意識として現れる。だからバラの意識であると言えるやないかということで、それが結局バラの意識になるということはバラになることであるわけだから、そういう意識は物となって現れ、物となって考え、物となって行うという、まあ、西田の言葉がありますよね。物となって考え、物となって行うという言葉が最もよく表現して、これは日本文化の問題っていう講演を西田がやった時の、まあ、キーワードになったわけですね。数理を考えるっていうことは数理の内面的発展と考えられなければならぬ。ごとく色を見るということも色自身の内面的発展でなければならぬ。考えるということが C が C 自身を見ると言い得るのみならず、見るというのも色が色自身を見るということができるで、できるでもあろう。要するに、意識内容と意識主体と意識内容と意識対象分けたらいかんっていうことですわ。だから意識主体があってそれが考えているというふうに、今までは思ってて、考える主体というものが実体としてあってそれが考えてんだというけども、そういうその意識主体と意識の内容と意識の対象と分けへんという純粋経験の立場があるから、それやったらもうその立場においては物が物自身で考えてるということになるやないかということですね。で物というのも意識経験を離れてあるわけじゃないんですから、意識経験として現れるのが実在、意識経験離れて実在はないわけ。だからそれはものとしたら、もの自身が考えていると言っても別にいいわけ、ね、判断とは
ものがもの自身について語ることでなければならぬと。客観的存在が自己の客観的内容について語ることではなければならぬと言ってるわけですね。まあ、これでもまあ難しい問題がありますね。例えば雨が降っているっていう場合、客観的に雨が降っていることという事実に照応して、いなければならないことを西田は指摘しているのではないかという疑問を呈する読者もいるでしょう。その疑問は間違っていますと。意識現象が実在なのですから、事実も意識現象に他ならない。だから雨が降っているという判断は、雨が降っているという経験を意識として反省してしたものに他ならない。それでは雨が降っているのが事実かどうかは問えないという批判が考えられますが、雨が降っているという判断は実際に雨の中での体験もあれば、屋内にいて屋外の天候を推測している場合もあります。言語表現では同一でも同じ体験に基づくものとは言えない。だから当然その言語表現が事態を正しく表現しているかどうか問える場面もあると。いずれにしても雨が降っているという判断を下せるような体験があることは共通している。そしてこのような体験を構成しているのが実在としての事物であるということなんです。それでいよいよその絶対無の場所ですね、という、対照的な事物と、意識内容と意識するあれというものがですね、区別されないような、まあ、一つのところで捉えられるような場所ということになりますけど、実在の場所ですね。それをまあ絶対無の場所と言ったんですけど、で無の場所と絶対無の場所はどう違うのかということでね、まあ、全てその意識の、現れしかないというような場所で現れている客観的事物の集合として有の場所では捉えられているんだけど、それも全部こう意識でしかないと。で、意識に還元して捉えた世界が無の場所ですね。で、無の場所では逆に全てが主観の意識に還元されてしまっています。それは意識でしかないことによって実在性が否定されてしまっていると言えますと。あるいは意識としての実在でしかないとも言えます。空間、時間や色彩や音や匂いも柔らかさも意識であるとこう考えているんですね。全部世界を意識として現れているわけですから。実在が意識に還元されているから実在性が否定されているとも言えるし、あるいはその意識が実在とは意識でしかないとも言えるわけですね。だからこの窓を開ければ港が見えるという歌詞がありますね。淡谷のり子の歌やね。窓を開け、わかんない。港が見えるという歌がありますよね。同じ人の意識に狭い空間、窓っていうのは狭い空間です。それに対して、港っていう広い空間がありますね。同じ意識に狭い空間も広い空間も意識される。ですから意識が現れる場所は自体には空間カテゴリーや時間カテゴリーは提供できない。どういうことを言ってるかというと、要するにこの空間カテゴリーでいくと、この窓っていう狭い空間だけど、こっちは
港っていう、まあ、広い空間が同じ意識の中に現れている。だからこの意識自体ね、この、狭い空間と広い空間を応用している意識自身には、その狭いも広いも、その意識が現れている場所自体には、その空間カテゴリーというのは、適用できないわけですね。まあ、小さな虫けらが世界を見ていると、した場合に、その虫けらのですね、その意識が現れる場所には、その広いとか小さいとかいう空間カテゴリーは当てはまらないわけですね。だから無限にこう広い空間も見れるし、狭い空間も同時に見れてるわけですから、だからその、意識が現れる場所には、その空間カテゴリー、その場所は広いか狭いかっていうのは当てはめられないということですね。まあ、時間カテゴリーもそうですよ。その時間がまた経っていく、1日24時間とか経っていきますね。その世界には当てはめられるけども、でもその時間を感じている、時間が現れるその、場所においてはですね、その時間カテゴリーは当てはまらないということになりますね。だからそういうふうに、考えますと、まあ、あらゆる有やその規定としての無とも区別されて、絶対無としか言えないのが絶対無の場所。それだからこそ全ての存在が現れてくる可能性を持っている場所でもあるということで、だから人間の意識は、まあ、場所としてはですね、あらゆるものがそこにこう現れ出てくる可能性があるわけですね。ですからそれ自身には、まあ、いろんなカテゴリー当てはまらないわけなんですよ。だから あらゆる有やその否定としての意識とも区別されて、無とも区別されて、まあ、絶対無だとこういうわけなんですね。絶対無の場所では事物は人間のノエシスノエマの統合としての実在的な事物があるである。その場合、実在的という意味は純粋経験としては生の経験としての事物であるということです。あるいは行為的直感としては生々しい歴史的社会的現実体験であると。で、客観的な外的事物ではなくて、我々の生きる、あれ、生きる苦悩や情熱の表現としての喜怒哀楽こもった事物が実在のことだとすると、それではドロドロした自我が出ていて、絶対無の自覚からは程遠いではないかと不満の読者もおられるでしょう。しかし、我が心深き底あり、喜びも憂いの波も届かじと思うとにしては読んで、これ記念切手にもなっている西田の有名な歌ですね。我が心深き底あり、喜びも憂いの波も届かじと思うと。まあこれは哲学は深い人生の悲哀が動機でなければならないっていう言葉と、まあ、表裏一体みたいな言葉ですけど、いろんな、まあ、この意識の自体の意識の場所には、いろんなものが現れて分け現れて分けしているわけなんで
だけども、それを全てをこう受け入れる、深き底があって、その実在がまあここにこう現れている、我が心の深き底にですね、喜びも憂いの波も届かない、自分を無にしたるますからね、そういうのを超越しているわけですね。深い苦悩の末に自己の運命を達観したような境地に達した。そうなればもう個々の不幸な出来事や苦悩の種としての肉親や財産や仕事や人間関係などを突き抜けて、そこにあらゆる有を超越した絶対無を実感した。で、経験はさまざまな事物として現れる。事物的なものは有の世界を構成している。そこには時間空間、質量、色彩、音、匂い、その他さまざまなカテゴリーで捉えられる。しかしそれ自体はそういうカテゴリー、現れる場所、それ自体にはそういうカテゴリーを当てはまらない。から、それは有や無に対する、有や有に対するハンカチがあるとか、ハンカチがないとか、から区別された実在が現れる場所としての無だから、ただの無ではない。ハンカチが、まあこう万年筆があると。ね、でこの万年筆をですね、この万年筆をね、こう外したら万年筆ないわね。でも持ってきたらまたある。ますやん。ね、でそういう、その現れる場所自身はですね、万年筆があるとかないとか、ね、ある場合もない場合もあるわけで、この場所自身には何もないわけですね。だからそういうあるなし、有や無から超越した無やということですね。だからそれは絶対無だっていうこと。その絶対無において、まあ、世界は現れるということですね。実在が現れるんだと。で、ここに結局この絶対無の意識に徹しようと思ったら、自分の前たら身体だとか、自分の社会的な立場だとか、いろんなものがありますわね。欲望だとか、でそういうものにとらわれていると、世界がそのままこう現れてこなくなっちゃうわけですから、だから実在がまあね、現れてくるためにはやはり、それ障害になるようなことではあかんということですね。だから絶対無っていうの場所っていうことですから、まあそういうことで、絶対無の場所に場所として、まあ、人間 の意識に全てのものが、まあ、現れるっていうことですね。個々人に現れる世界が実在なのですが、それは個性的なものであって、他の人の人生とは全く違う。とはいえ、同じ空気を吸い、水を飲んでいて、人類という同じ命の幹から生まれています。世界は宇宙は当然一つしかないわけです。その意味では、個別的なものは普遍的なものの現れに他ならないことになりますということですね。西田の場合、真の個物は個人であるというように、個人と個物が混同されている。それで個別を特殊や普遍として捉えることは個物制度、否定だとされる。しかしもともと個物は類や種に属しているからこそ個物として具体的に現れることができる。何の規定もできない個物はいかなる存在でもありえない。それに対して
個人の体験は他人の体験とは取り替えることは不可能でありますから、個人性の否定というのはある意味で死を意味するということも大げさではないかもしれません。西田の場合、主観客観の合図という立場があり、実在としての個物も個人の性とは切り離せない、のですから、個物を一般者の現れとして捉えることが個人の個性の否定であり死であると受け止められたとも考えられるということですね。だから主観客観合一してしまうので、実在としての個物というのはですね、個人の性と切り離せないから、個物を一般者に還元しちゃうと、もう、個人の死になってしまうと。だから死して生きるということが出てきて、そこで初めてその普遍的なものが現れるっていうか、絶対無と、絶対無の立場に立ち切れるということですね。死して生きるという言い方になる。でも本当に死んでしまったらダメですわね。意識できない、ね。まあ、死して生きるというのは西田の自己否定による自己実現の論理。だから個物性を否定するということは個物としての主体的な、自己の、まあ、死であるということですね。でそれが死して生きるということでね、まあ、そういうことで、まあ、それもまあ戦争と結びついた時に何か死の覚悟みたいな感じで受け止められたりすると、まあ、西田哲学というのは難しいですから、何言ってるかわからないですか。死して生きれって言ったら、これはもう戦争に行って死ぬことが、自分の前から普遍性を実現することであるというふうなことで、天皇陛下万歳で死ぬのが、死ねと言ってる、そのことによって、その人の本来の、まあ、ものが実現すると西田は教えてるんだと思って天皇陛下万歳言って死んだ人もいるかもしれないという問題がありますわね。だから、まあ、無になって生きるっていうことが死して生きるっていうことでしょうね。本来の西田の言わんとしていることはね。だから、まあ、ちょっとここの太いところにありますけど、絶対無の場所における認識は個人的な認識であると同時に、その個人性の否定によって一般者自身の自己限定でもある。だから個人でこだわっている限りにおいては一般者の意識になりきれないですから、だから個人性を否定する、一旦個人としての自分は死ぬということですね。そのことによって一般者自身の自己限定になって、生きれるということですね。ものになりきって生きるということですね。まあ、そういうことで、この花はバラであるという意識は私の判断であると同時に、バラが自己を語っているとも言える。だから意識内容と意識主体と意識対象別じゃないんですから、バラっていうのとバラの意識内容としてのバラと、バラを意識している主体と別というふうに考えないわけですから、バラが現れているわけですね。だからもうバラというものが現れているのがバラの意識ですから、だからバラ自身が
意識しているとも言えるわけですね。私の意識であっても、その私の意識であるということを忘れるから純粋経験なんですよ。だからバラになりきっているわけだから、バラの意識でもあるということが言えるということなんですね。だから事物っていうのも人間の意識としてバラとしての自己を実現している。だからそれは同時に人間の意識としての自己実現でもある、ね、そして絶対部においては意識は実在としての事物であることを自覚していたのですから、事物自身が人間の自己実現である。バラは人間の美的生活を構成しており、人間と事物の断絶は使用されている。だから自分がバラだと言ったらもう自分がなくなると思ってしまって、バラになったら人間じゃないみたいに思うかもしれないけれども、そうじゃないんだということですね。バラ自身が人間生活を構成しているわけ。その人間とバラというのは断絶したわけじゃないんだから、そのバラであっても別に素晴らしいんですよね。バラは素晴らしいですから。だから、これは難しい問題ですけど、それはそうあるべきだという、遠いに過ぎないとも言えるではないかと。人間と人物の断絶も自らの死によってしか克服できないという意味で絶対矛盾的なものだから、この合一も絶対矛盾的自己同一として捉えざるを得なかったと。西田にしては、有の意識においては、有の場所においては、あくまでもバラと人間は別の事物なんだけども、意識に還元したら、意識で全部意識でしかないと。でしかも、その絶対無において、もうそれは一体化できているわけですね。そういうふうに捉えるわけですから、そういう意味では ものになりきることによって、ものとして人間は自己を実現するということなんですけど、それでもやっぱり有の場所の意識というものは拭いきれないから、絶対矛盾的自己同一として、捉えられるという面はあるわけですね。そういうことで、自己の特殊性やさまざまな傾向性にとらわれる自己を否定し、自己の底に普遍的な生命の意志と一つになって初めてものになることができると。それがものを創造的世界の創造的要素としてポイエシス的に捉えることに他なりません、いうことですね。その人間はどうしてもね、自分の特殊的なものにとらわれるわけなんですけど、そういうものをとらわれていたんではですね、いつまでたってもですね、世界と一つになって、普遍的なもの、普遍的な生命とか世界と一つになって、何かこう実現していくっていうことは、創造的世界の一つの要素としてね、実現していく、自分、その創造的世界が求めているものを実現していくっていうことはできないわ。だからそこでその時代の課題を明確にして目標を定めて歴史を導くポイエシスの哲学が求められるということですよね。で、どういう、その何を言ってるかというと、その時代が、世界史の哲学の時代としたら、世界史はですね、新たにこの アジアにおいてですね、その日本が
登場したことによって、今まで、まあ、欧米中心の世界だったのが、まあ、新たなですね、世界に再編成される、そういう時代であると、そのことを自覚してですね、その大東亜の、共栄圏をこう構成していくというところに、みんなの意識をですね、普遍的な、それがまあ普遍的な課題としたら、そこを統合していって、実現していくということが、ものと一つになるということですよね。そういう意味で彼は、まあ、近衛綾麿の海麿が、まあ、彼の教え子であって、その時代の哲学をね作ってくれと言われて、そういう構想を打ち立てて、ボイスの哲学を、打ち立てていったわけなんですが、まあ、そこで、まあ、大きな間違いというのは、その日本がそういう何か優越的な、立場に立ってですね、引っ張っていかなければいけないっていうことで、なんか押し付けみたいな、発行一部って言ってね、天皇は無の中心やからとか言って、いや、まあアジアの人々の事情とか意思とかの無視して、こう日本政府はやってたわけですが、日本軍とか日本大日本帝国とかやってたんですけども、それをやっぱりね、ちゃんと見ることができなかったっていう問題が、まあ、あるわけですよね。だからそやけども、西田哲学はそれを、まあ、間違っていたではなくて、そのそういう時代の課題を明確にして、目標を定めて歴史を導いていくこと自体は、ボイスの哲学は正しいわけなんですが、その状況判断とか、日本の立場に対してですね、思い入れが強すぎて、まあ、日露戦争なんかの犠牲、弟が犠牲になったとか、まあ、そういうなんか思いもあってですね、どうしてもその、日本の立場を、まあ、擁護するしか、そういう発想しかできなかったと。本当の世界史の課題っていうのを見損なった、見誤ったわけですね。まあ、それで戦争協力になってしまったわけで、そこは間違ってるんですけれども、その時代の課題を見つけて、それと一つになって応援していくっていうことは、これは、正しいですよね。どんな時代でも言えることで、まあ今の時代っていうのはまあ難しいですわ。これはもう21世紀になってね。で、要するに近代っていうのは、その資本制に基づいて、資本家と労働者っていうの関係があってね。で、労働者の労働が価値を見、それをまあ搾取するというか、そういうので資本を蓄積していってっていうので、で世界がまあ独占資本主義同士の、覇権の場になって、それがまあ矛盾が激しくなったために、社会主義革命とか起こったりしてね。でもそれも破綻して。ということで、でも21世紀になってきたら、20世紀の終わりから21世紀になってきたら、もうその機械の発展っていうのがすごくて、だんだんその労働の場所がなくなってくるんですね。脱労働社会化っていうものになってくる。だから、資本家が労働者の労働を搾取することによって成り立つ、今までの資本主義とはちょっと違うわけですね。かといって、その資本主義でなくなるわけではなくて、つまり労働者から搾取していたけども、
機械が剰余価値を実際は生み出しているわけでね。そしてその富をどう労働者でなくなった大部分の人たちに所得を回して、で生産をうまく円滑にですね、循環する発展するように持っていくかっていう、そういう時代になってきたんですね。でだからその論理を、明らかにしていかなければいけない。脱労働社会化の論理ね。でその所得配分のやり方が最大の問題になってきてる。で僕が言ってるのは、社会的に有用な有意義な活動に対して、それが経済を発展させ、科学技術を発展させ、文化を発展させる、そういう活動に対して、その活動を良質社会貢献度によって計量してですね、それに対して報酬を出すというふうにやれば発展するよということを言ってるんです。だから資本主義をやめるって社会主義にする、共産主義にするっていうのやったら、また私的所有を、やめて、公有化すると社会主義になるし、もう貨幣をなくして、物資をこの分配する必要なところに持っていくようなシステムにすれば共産主義になるわけやけど、そういうふうな動きも全然ないというか、もうそういうふうな政策に対してこう支持するという動きも全然ないわけやから、その資本主義続くんですよね。続く以上、所得を国民に回せへんかったら、これはもう不景気になってしまうからね。で富がどんどん増えていってんだから、それに比例して通貨は出していって、それを国民に回して所得にして、で経済が循環するようにしなければ、で社会的有意義な活動、特に学習活動ね、それを重点に置いて、で文化スポーツボランティアにもこう配分するようにするようなシステムを作らなければいけないと。これは何も理想社会を作ると言ってるんじゃないですよ。そういうお金を、学習することをもらうとか、スポーツするお金をもらう、そんなんたら阻害ですやん、すごい阻害やね。しかしそれをやれへんかったら経済が発展せへん、循環せへんって言ってるんですよ。資本主義で行く限りそうなりますよね。だからそういうふうな、やっぱりその時代の課題っていうのをやっぱり見てですね、どうするかということを論じなければいけない。そういうのポエシスの哲学が求められているっていう、それは現代に西田哲学をね提供するとそうなるんちゃうかということなんですわ。でここまでとちょっと長引きたかも分かります。